アドリアーノチェチオーニはイタリアの画家、彫刻家、イラストレーターである。マッキア派の芸術家として扱われることもある。フィレンツェの地主階級の家に生まれた。1859年からフィレンツェの美術学校で彫刻家のコストーリに学んだ。同じ年に第二次イタリア独立戦争に友人の画家、テレマコシニョリーニと共に参加した。翌年、 戦争の結果生まれたトスカーナリンジ政府の募集した戦争記念の美術作品のコンペティションにサボイア国王カルロアルベルトの像の案で応募し入賞したがアカデミーの会員に不評で制作を依頼されることはなかったアドリアーノチェチオーニ咲くカフェミケランジョロこのカフェがマッキア派の拠点となった1863年に奨学金を得てナポリに留学し ナポリでは、ジュゼッペ・デ・ニッティスや、マルコ・デ・グレゴリオ、フェデルコ・ロッサーノ・ラとナポリ近郊のポルティチア、現在は、エル・コラーノの一部になった海辺のレジーナ地区で、風景画を描き、レジーナ派と呼ばれるグループの一人として活動した。この時期の彫刻作品には、スーサイドがあり、1867年のフィレンチェの展覧会に出展した。 1867年までナポリで活動した。フィレンツェに戻りしばらく、活動した後、1870年からフランスに移り、1872年にロンドンに移った。ロンドンでは雑誌、バニティフェアのカリカチュアも描いた。1870年代は美術史家として働き、1884年から女子教員養成所で美術を教えた。 ありがとうございます。